はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今月はこのような枝物を枝取りして加工する方法を皆さんにお伝えしようと思います。この枝取りっていうのはもうこの何だろう、枝物の中からこうどうハサミを入れてね、こう枝を作っていくかっていうところが、ものすごいこうポイントになっているんですね。そしてアレンジを、枝物を入れたアレンジを成功させる一番の鍵はこの枝取りが握っていると言っても過言ではないと思います。なのでこの枝取りさえできればですね、僕の出している著書のアクセントラインなんかも枝物で作ることは容易にできますし、あと、百戦錬磨でしょうね、アレンジメントはね。割と枝物だけではなくて、例えば指一本にしても指のこう切り分け方とかね、そういうものにも応用できますし、いろんなものにこう応用ができてるんですね。ですから今日はね、その方法を一回で全部ね皆様にお伝えできるかどうかわからないんですが、ちょっとこうお教えしていこうと思います。そしてこの枝取りに関しては今後もね、何とかこう枝物を使って、その枝物自体それぞれによってね、枝取りの仕方も変わってきますので、それをさらにね他の枝物でもお伝えしていこうとは思っております。では早速今月のアレンジメントを始めていきましょう。まず最初に花材紹介からいきます。どうぞ。ローダンツツジ、トルコキキョウ紫一重、ホニカルブラック、ベニアオイ、オリエンタルリリーエマニー、ドラサナレッド。はい、ではアレンジメントを始めていきたいと思います。まず最初に、あちら小さく見えている器、あちらに枝を刺していくんですけれども、この枝をね、よく見るというところなんですが、もともと何だろうな、この一つの枝で枝取りっていくつも実はできるんですね。いくつもというか、もう本当無限大に近いぐらいの枝物の形取ることができます。なので自分がねどのようなアレンジメントをこれから作りたいかによってこの枝取りの方法っていうのは変わってくるんですね。ですから、今回僕がこう枝取りをしていく方法が全てにねこう当てはまるかというとそうではなくて、また違ったアレンジには違ったアレンジの枝取りがあるということも頭に置いてください。今回こちらのね器にアレンジを刺していくんですが、この器の形とかいろんなことを踏まえて枝物にの形を作っていきます。はい、では枝取りを始めていきます。はい、今回はね分かりやすく一応こうフォームに刺してから枝取りをしていってみます。本来はね刺す前にやって刺した方がいいと思いますけれども、今回こう白いバッグで見やすくするためにこのような形を取っております。
はい、こちらで枝取りと、まあ、枝取りした枝物のね、もうさらにこう下に入れていく作業が出来上がりました。要するにこう枝を作って枝を構成する作業が終わりました。次にこちらのねコニカルブラックを入れていきます。